赤線が中央構造線。左側の青線が糸井川静岡構造線。青線に囲まれたオレンジ色の部分はフォッサマグナ中央構造線は西南日本を九州東部から関東へ横断する世界第一級の断層である。英語表記からメディアンラインやメジアンラインとも言い、略して MTL とも言う。中央構造線キーンの谷が 南北に走る長野県伊那地方1885年にハインリッヒエドムントナウマによりその概念が提唱され、1917年にヤベヒサカツによって構造線の概念が規定された。中央構造線を境に北側を西南日本の内帯、南側を西南日本の外帯と呼んで区別している。一部は活断層である。 構造線に沿って南北に分布する岩石は、北側は両家編成体、南側は南側編成体である。長野県には両家編成体と南側編成体が直に接しているのを確認できる北側路頭がある。しかし四国においては両家編成体は泉総群に覆われがちとなり、構造線は泉体と南側編成体の境界となっている。 両家編成体には白亜紀の河口岩も見られる。なお、両家編成体と南側編成体のそれぞれを覆う後期の地層の境界をなす断層も中央構造線だと定義されている。中央構造線は九州東部から諏訪湖付近まではほとんどを途切れずに地表トレースが認められる。しかし糸井川静岡構造線より東のフッサマグナ地域では フォッサマグナの海を埋めった新大三期の堆積岩に覆われている。第四期に大きく隆起している。関東山地では古代未期以前の基板岩が露出し、その北縁の群馬県下仁田町に中央構造線が露出している。関東平野では新大三期や第四期の地層に覆われている。九州中部でも新大三期後期以後の火山岩や素山をはじめとする。 現在の火山に覆われている。近畿南部から四国にかけては、中央構造線に沿って、約3 6 0トルにわたり活動度の高い活断層が見られ、要注意断層の一つとされている。中央構造線と発ッサマグナの糸井川、静岡構造線が交差する、諏訪湖周辺ジュラ紀の末から白亜紀の初め、日本列島の元となる大地はまだ、アジア大陸の東の縁であり、 そこに中央構造線の原型となる断層の横ずれ運動が起こった。横ずれ運動は、イザナギプレートがユーラシアプレートに対して、ほぼ平行に北上したために起こり、より南にあった北海道西部、東北日本、西南日本外帯にあたる部分が北上した。この運動により、それまで離れて存在していた両家編成体と南側編成体が大きくずれ動いて、 接するようになった。この時形成されたのは古希中央構造線と呼ばれている。また、この断層運動の時期はカシオジカと呼ばれており、白秋中期にあたると考えられている。両家編成体に属する岩石は、正常断層によって南側に移動し、南側編成体に属する岩石に乗り上げた。断層の角度は極めて低く。 水平に近かったとも考えられている。白秋後期は中央構造線の活動が最も顕著であったと考えられている。この頃イザナギプレートが約45度の角度で北上してユーラシアプレートの下に潜り込んでおり、このため中央構造線は左横ずれ運動を起こし、その北側では岩盤が破壊されて地層が堆積し、泉層群を形成した。以後、 断層運動は変異を繰り返し、新第三期から第四期にかけての時期に現在と同じ右横ずれ運動となった。中央構造線の再活動、または地質境界である中央構造線に並行して出現した断層として捉えられている。この断層運動は新規中央構造線と呼ばれている。古期中央構造線については、 関東から九州まで確認することができるが、新規中央構造線は、紀伊半島から四国東部、中部にかけてのみ、明瞭に確認できるものの他の地域では見つけにくくなっている。また、新規中央構造線は、古紀中央構造線の北側にある広角の断層であり、地下数キロメートルの浅い場所で、新規中央構造線が古紀中央構造線を切っていると考えられている。 中央構造線の東端と推定される霞ヶ浦、北浦周辺群馬県下仁田から引き丘陵北園にかけて露出している。関東平野では、新第三期と第四期の堆積層の下に埋まっている。しかし、関東平野中央部での深さ3000メートルに達するボーリング調査により、埼玉県岩月のやや南方を通っていることが確かめられている。 その東方の通過位置は正確には分かっていないが、鹿島灘へ抜けて、棚倉構造線の延長に切られていると考えられている。中央構造線の南側に沿って分布する南側編成岩は関東山地によく露出しており、埼玉県長瀞渓谷はその代表的な露出地。南川も群馬県藤岡市の地名から名付けられた。 中央構造線の北側に沿って分布する両家編成岩や河口岩は筑波山に露出している。関東東方沖の海底には落差2000メートル以上の鹿島海底崖と呼ばれる崖が形成され、崖の南東側には大規模な地滑り地形ができている。中部地方の中央構造線糸井川、静岡構造線より東方のフォッサマグナ地域では、 新大三季の堆積岩に覆われている。諏訪湖南方の地の殻はよく露出している。稲谷を少し東にずれた稲山地と赤石山脈の間を南西に向かって走る。人工衛星からの写真では、破砕体が侵食されて、明瞭な直線国の地形を見せる。両家偏西岩や河口岩は、木曽山脈や稲山地、三河地方、鈴鹿山脈南部によく露出している。 両家は、遠州三作母の地名を取っている。しかし、下田地方では、宝来寺山などの新大三期の火山岩や、大石岩に覆われている。南側編成岩は、赤石山脈西六、旧天竜市北方、豊川南方によく露出している。千野から三作母にかけては、新大三期に活発な再活動があったが、第四期の活動性は低い。 現在の大地形を作っている断層は、稲盆地と木曽山無役の境を隠する稲田断層で、天竜川本流も稲田に断層沿いを流れている。中央構造線は、三作母から次第に、西へ向きを変え、豊川に沿って、三河湾に入り、厚見半島伊勢は西に向きを変え、伊勢湾港を通る。近畿地方の中央構造線紀伊半島中央部を、東西に横断する。 伊勢二見ヶ浦の目男岩や、和歌山の和歌浦の岩石は、南側編成岩。両家編成岩や、河口岩は、伊駒山や、金剛山を作り、瀬戸内海にかけて、よく露出している。しかし、奈良県五条から西では、内帯の中央構造前創は、白秋の断層活動で陥没して堆積した、泉総群に覆われ、紀伊半島中央部から四国にかけての中央。 構造線は、泉総群と南側編成岩の境界断層になる。泉総群は、和歌山市の河海岸でよく見られる。松阪市上尾から西の串田川や、木の川の川床には、南側編成岩が露出しており、中央構造線はその北岸を通っている。その北方には、現在の地形を食い違わせている活断層が見られる。 活断層としての中央構造線は、高圏峠より東の三重県側はあまり活発な活動をしていないが、奈良県以西は千年間に5メートル程度動いている、非常に活発な永久活断層である。活断層上に古くから有名なネゴ寺があるが、大地震の記録はなく、前回の地震発生からかなりの時間が経過し、地震を発生するエネルギーが蓄積されていると、 思われる。政府の地震調査研究推進本部によれば、今後山地東園から泉山脈南園の和歌山市付近に至る区間が活動すると内陸型地震としては最大級となるマグニチュード8.0程度の地震が発生する可能性がある。発生確率は今後30年以内でほぼ0から5%とされていることから日本の活断層の中では 地震の発生確率が高いグループに属している。2011年2月18日の発表で今後30年以内の巨大地震発生確率がこれまでの M8.0 程度で0から5%から7.6から7.7程度で0.5から14%と修正された。これは国内で地震の発生が予測されている活断相帯の中では3番目に高い数値であり、 西日本だけに限定すれば最も高い数値である。予測されている巨大地震が発生した場合、和歌山市や大阪府の南部などで震度7、また、大阪府の中南部を中心とした広い範囲と、奈良県の柏原市、和歌山県の大阪府との県境沿いなどで、震度6強に達するとされている。なお、活断層の露出は、和歌山県内だが、活断層自体が、 大阪府側へ傾いているため、地震のエネルギーのほとんどが大阪府側へ流れると予測されている。震度予測で高震度地域がほとんど活断層の北側に集中しているのはこのためである。構造線は和歌山市から北海峡に入る。和歌山市は近畿地方には珍しく有感地震の多い都市であるが、これらの地震の発生域はやや深く、 中央構造線沿いの活断層とは直接の関係はないと考えられる。北海峡から鳴門海峡の間は淡路島南岸に沿っていて南側編成岸がよく露出する沼島と顕著な断層崖を示す泉総群のゆずるハ山地との間を通っている。ゆずるハ山の南斜面にある湯屋断層では路頭が見られる。四国地方の中央構造線徳島市から 吉野川北岸を走って、三好市に達し、川野へ、新居浜のすぐ南側を通り、戸部町から、伊予市二見町を通り、里見崎半島北側の沖合を通り、豊予海峡に入る。四国でも、中央構造線の基本的な姿は、南側編成岩と泉総群の境界断層である。四国では、南側編成岩は広く露出し、徳島の城山、伊谷地方から大ぼけ、 別紙、佐都岬半島などでよく見られる。ただし、石槌山は、新大三基の火山岩である。地質境界としての中央構造線は、吉野川の北岸を通っているが、その北に活断層が見られる。愛媛県でも、地質境界としての中央構造線は、戸部町の戸部省城断層を通っているが、活断層は、松山を通っている。 四国山地北園ではナイフで切ったように直線上に山が並び、その空中写真が活断層の見本として各種書籍に取り上げられている。活動度は1000年間で最大8メートルと推定されている。近年の活動記録がなくエネルギーが蓄積されていると考えられ、要注意断層である。ただし、一部は約400年前に動いた可能性がある。 この区間が活動した場合は、M7 を超える地震になると考えられる。九州地方の中央構造線人工衛星から撮影した国崎半島、佐賀の関半島、四国の佐田岬崎半島中央構造線が地表からも確認できるのは九州東部までで、中世代末頃の大石岩や阿蘇山及びその噴出物に覆われている九州中西部では存在が確認されていない。 中央構造線の延長線は愛媛県松山市から大分県の佐賀の関半島に伸び、佐賀の関半島と国崎半島の間を通っているのは確実視されている。しかし堆積岩や現在の活火山に厚く覆われている九州中部では存在が確認されていない。九州において中央構造線に相当するのは薄木や津代線である大分熊本線。 薄木八代線を議論した。大分熊本線は阿蘇山からの噴出物などに覆われて位置がはっきりしない。薄木八代線の北にあたる佐賀の関半島には南側編成岩がよく露出していることから中央構造線はそのすぐ北を通っていると見られており中央構造線を追跡できるのはここまでである。政府の地震調査研究推進本部は 中央構造線と連絡しているのは大分熊本線と薄木厚白線だと説明している。薄木厚白構造線が九州における中央構造線に相当し薄木厚白構造線以南が西南日本外帯に構造線の延長線を含めてその北西が西南日本内帯に分けられる。あるいは薄木厚白構造線の北側を北部から中部九州地域 南側を南部九州地域と分けて定義される。薄木厚代構造線の南には並行して仏像構造線が通っている。平成28年熊本地震を引き起こした断層帯の一つであるひなぐ断層帯は熊本県八代市付近で薄木厚代構造線を切っていると考えられている。地震調査研究推進本部の長期評価において、 ひなぐ断層帯は3区間に分けられているが、そのうちのひなぐ区間付近に八代市がある。2015年の日本地質学会学術大会において、ひなぐ区間の八代市付近以南が薄木八代構造線の延長であって、薄木八代構造線が鹿児島県川内市の沖にまで伸びている、可能性がある旨が報告されている。現在の九州中部は南北に伸長しており、 引っ張りによる断層が発達し、阿蘇山や九十連山のマグマの通り道を作っていると考えられている。歴史時代以降の活動歴は地震が活発な地域と比較すると少ないが、下記のような M6 から7クラスの地震が発生している。前日の通り、近畿南部から四国の伊予灘にかけては中央構造線に沿って上下方向のズレを伴った右横ずれ運動を特徴とする。 約3 6 0トルの長大な断層帯が伸びている。また、政府の地震調査研究推進本部は、九州東部、大分県の別府湾や湯布市周辺における活断層についても2017年にこの断層帯の一部と認定している。地質協会としての中央構造線と地表にその活動の痕跡を残している活断層たる中央構造線とは、 必ずしも位置が一致しない。これらの断層は中央構造線活断層系や活断層としての中央構造線と呼ばれている。中央構造線活断層系の地震評価のみを行っている地震調査研究推進本部はこれを中央構造線断層体と呼んでいる。中央構造線と中央構造線活断層系とは 松山平野で約7キロメートルと最も離れている。なお、中央構造線という故障は、地質学的な境界を指すが、前述の中央構造線に沿う、活断層を指して、中央構造線と呼ぶこともあり、注意を要する。中央構造線に沿った断層体の存在は、1967年頃には、空中写真の分析によって発見されていた。その後の調査により、 活断層の存在を示唆する地形に沿って断層に、由来する路頭や破砕体が見つかり、活動の規模や時期も確認され、1970年代の末頃には、中央構造線断層体の位置や活動をおおむね確認することができた。1980年代以降も、大学や地質研究所などによって様々な場所での調査が続けられている。 地震調査研究推進本部も全国的な地震動予想のために1999年から各地での調査を開始しており、中央構造線断層帯については2003年に長期評価を公表した。その後、2011年2月18日に長期評価の改定版を発表している。中央構造線断層帯は活動していた時期などによって6区間に分けることができる。 2011年の改定版においては、断層体の過去の活動状況と今後発生が予想される地震の規模は以下の通りとされた。今後山地島園では約2000年前から4世紀の間に直近の活動があった。平均して約2000から14000年おきに活動していると見られ、将来的に M6.9 程度の地震が予想される。 一回のずれの量は1メートル程度と見込まれる。泉山脈薬円園では7世紀から9世紀の間に直近の活動があった。平均して約1100から2300年おきに活動していると見られ将来的に M7.6 から7.7程度の地震が予想される。一回のずれの量は4メートル程度と見込まれる。北海峡、鳴門海峡では 約三千百年前から約二千六百年前の間に直近の活動があった。平均して約四千から六千年おきに活動していると見られ、将来的に m 七点六から七点七程度の地震が予想される。ズレの量、成分とも不明。サヌキ山脈南園石槌山脈北園東部では十六世紀に直近の活動があった。平均して 約1000から1600年を機に活動していると見られ、将来的に M8.0 程度、またはそれ以上の規模の地震が予想される。1回のズレの量は6から7メートル程度と見込まれる。石槌山無役北園でも16世紀に直近の活動があった。将来的に M7.3 から8.0程度の地震が予想される。平均して、 約1000から2500年おきに活動していると見られる。将来的に M7.3 から8.0程度の地震が予想される。1回のズレの量は6メートル程度と見込まれる。石槌山脈北円西部伊予ダでも16世紀に直近の活動があった。平均で約1000から2900年ごとに活動していると見られる。将来的に M8.0 程度。 またはそれ以上の規模の地震が予想される。1回のズレの量は2から3メートル程度と見込まれる。四国電力伊方発電所1996年、高知大学などの研究グループによる、伊予灘海底にある、中央構造線断層帯の調査によって、愛媛県の伊方原子力発電所の間近の海底に、活動度の高い活断層2本が発見された。ここでは、 約2000年を機に M7 前後の地震が起きると考えられており、M7.6 の規模の地震も起きる可能性がある。伊方原発の安全審査が不十分だとして、地元住民が原子炉設置許可の取り消しを国に求めた訴訟では、2000年12月に松山地裁が原告の請求を棄却したが、その際にこの活断層について、 国の安全審査の判断が誤っていた可能性に言及した。原発の運転差し止めを求める訴訟は各地で起こされているが、活断層に関する国の判断の誤りについて指摘されたのはこの時が初めてであった。伊方原発と活断層との距離は約6キロメートルであるが、活断層調査に当たった高知大教授岡村誠によれば、もし、 伊方原発に最も近いかつ断層で、あるいは中央構造線断層帯全体が一度に動いて予想される最大規模の M8 の地震が起きた場合、原発周辺は震度7の揺れに見舞われる可能性があるという。安光路島大鹿村の中央構造線、北側路頭長野県下稲郡大鹿村の小渋川流域では路頭がよく観察できる。 断層の西側は主に両家帯に属するマイロナイトで東側は南側帯に属した結晶変換となっている。アンコ光路島と北側路島は長野県の天然記念物であったが2013年10月に大鹿村の中央構造線として国の天然記念物に指定された。2007年には大鹿村の中央構造線が日本の地質百選に選定された。 近隣には中央構造線博物館がある。三重県松阪市飯高町がつでには中央構造線の中でも特に大規模な老頭があり、日本国外からも研究者が訪れている。ここでは西南日本内帯に属するマイロナイトと西南日本外帯に属する黒色変岩との間にある断層を確認できる。2002年に日立の中央構造線として、 国の天然記念物に指定された。また、2007年に日本の地質百選に選定された。中央構造線添いにはジオパークとして認定された地域がある。長野県の南アルプスジオパークは2008年12月に日本ジオパークに認定された。群馬県下仁田町は関東地方で最も中央構造線を観察しやすい地域であり。 中央構造線の一部を成す河合の断層をジオサイトの一つとする下似たジオパークが2011年9月に日本ジオパークに認定された。大鹿村中央構造線博物館、ありがとうございます。